はい、こんにちは。今日は2022年日本医科大学の問題の解題です。問題はこちらです。関数 fx をこういった式で置くと x は0以上1以下で y イコール fx と x 軸 y 軸で囲まれた図形を y 軸の周りに1回転させてできる回転体体積を v としたとき、過去1は y イコール fx のグラフの外形を描けと、過去には v を求めようといった問題ですね。これ実際の問題で変極点も求めようというのがあったんですが、まあ、ちょっと今回、計算大変ですのでカットしています。とりあえずグラフの外形ということでこれを微分していきたいんですが、このまま微分してもいいんですけれども、今回これログを取るとうまくいくんですね。ちょっと計算楽になるかなと思います。ログを取ってやってみましょうか。ログ fx っていうのは、これ2分の1乗ですから、2分の1が前に出て、ログのこれですね。で、ログの中身分数ですから、ログの引き算にできますよと。ログの 1-√x 引くログの 1+√x と。こういう形にできますよね。でこれで微分していきましょうか。これ微分すると fx 分の f'x ですよと。イコール2分の1は置いといて、これ微分すると1引くルート x 分の1かけるこれの微分ですから、マイナス2ルート x 分の1ですね。で、マイナスのこっち微分して1足すルート x 分の1かけるこれの微分ですから、2ルート x 分の1ですよと。こうなりますね。で、ここの部分が揃っているので、これを外に出しましょうか。マイナスも含めて外に出すと、マイナス4ルート x 分の1の過去の中身がこれで、ここマイナスも出しているのでプラスになって、こうなりますね。で、これ通分しましょう。そうすると1マイナス x 分の1足すルート x プラスの1マイナスルート x ですから、ルート x が消えるよと。結局1マイナス x 分の2ですね。で、2と4でこれ約分されるので、ここの部分は結局2と4約分されて2になって、ここは1になるので、1マイナス x 分の1ですね。こうなるよと。ということで、これがこうなったよと。じゃこれがこれですから、結局 f' はっていうと、これに fx をかけたもんですから、こうなるよということですね。で、今これが0になるところはっていうと、今 x が0から1の範囲なんですが、今0と1の時にこれ分母が0になっちゃうので、x の範囲0から1の範囲にしましょうか。0と1を除けば、これは分母は正ですね。端点を除けば、これ正ですよと。fx は今これ正ですから、これ正、正。で、これマイナスですから、これ負になりますね。ということで、これ単調現象ですよと。単調現象で、じゃあちょっとグラフを考えてみると、xy 平面上で0から1の範囲ですよと。で、0代入すると1ですね。で、1の時には1代入すると0ですので、ここの点。この点取って、ここから単調現象ですよ。じゃあどういうふうに、変極点、この凹凸ですね。どういうふうになるかということなんですが、これもう一回微分すれば変極点出ますけれども、ちょっと計算省略しますけども、もう一回微分するとこれ0から1の間に、1個変極点があるんですね。ということで、こんな風になって、こんな風になって、ここで1個、この凹凸が変わって、こんな風なグラフになりますよと。で、これをこの y 軸周りに回転したこの体積を求めたいよということなんですね。で、これはっていうと、v は、じゃあここで切りましょうか。ここで切って、これ回転すればこういう円になりますね。この断面積はこの円ですよと。つまりこれ x が半径ですから、x2 乗 π。πx2 乗を、これ y を0から1まで積分すれば OK ですね。これ断面積は πx2 乗で0から1まで y で積分します。で、これ y イコール今この式ですから y イコールルート1足すルート x 分の1マイナスルート x。で、これ2乗して y2 乗イコール1足すルート x 分の1マイナスルート x。で、これ実数下げしましょうか。1足すルート x 分のでマイナス1にするとこうなりますね。これ通分すればこうなるのでこうなると。で、ルート x イコールにしたいので、これこっち持ってきて、y2 乗足す1ですね。1足す y2 乗イコール、1足すルート x 分の2になるよと。で、これ2で割ると2分のになって、こうなります。これで逆数取りましょう。そうすると1足すルート x イコール、これの逆数ですから、2分の1足す y2 乗になるよと。で、あとはこのプラス1をこっち持ってくれば、こう消えてマイナス1ということで、ルート x イコールこの形。通分すると、これ逆数取ってるので、1足す y2 乗分の2ですね。こうなるよと。で、通分すると1足す y2 乗分の1マイナス y2 乗と。こういうふうになります。これがルート x というふうになりますよと。で、x2 乗の式っていうのはこれの4乗ですよね。これの4乗ですよということで、π0 から1の1足す y2 乗分の1マイナス y2 乗の4乗の dy。これを計算せよということを言っているわけです。じゃあ、あとはこれ計算していきたいんですが、この計算が結構大変で、やっていきましょうか。これ分母、を軽くしたいわけですね、まず。分母が消えるとうまく計算できそうだということで、消したいなということで、
y をタンジェントシータとでも置きましょう。そうすると1たすタンジェント2乗っていうのはコサイン2乗シータ分の1ですね。コサイン2乗シータ分の1で、これの逆数ですね。1たすタンジェント2乗がこれで、それの逆数になっているので、コサイン2乗シータになるわけです。ここの部分。コサイン2乗シータの4乗ですから、コサイン8乗シータになって、分母が消えますよね。ということで、うまくいきそうだと。コサイン8乗シータ。そして、じゃあこれ dy はっていうと、これシータで分すると、コサイン2乗シータ分の1の d シータ。そして、積分区間が、今、y が今0から1の範囲なんですが、シータに変換すると、y が0の時にシータは0ですね。で、y が1の時にはコサイン。あ、違う、タンジェント4分の π で1になるので、0から4分の π になりますよと。結局、この v はっていうと、π は出しといて、0から4分の π の、ここの部分が、ここ、コサイン8乗になって、こっち側が1マイナス、タンジェントの2乗シータの4乗ですね。タンジェントにするとこうなると。かけるコサイン8乗の dy っていうのがこれですから、コサイン2乗シータ分の1の d シータ。で、ここで約分してコサイン6乗になりますね。こうなって、こうなって d シータですよと。これ計算しました。で、タンジェントとシータなんですが、コサインに揃いましょうか。これタンジェント2乗っていうのはこの式を使えばコサインの式になるので、これ使うと、ここがマイナスタンジェント2乗っていうのが、これこっち持ってきて、1マイナスコサイン2乗シータ分の1ですね。これ変形するとこうなって、これに1を足すと結局これ足す1ですからこうなると。ですのでここの部分っていうのはこうなりますね。0から4分の π の、2マイナスコサイン2乗シータ分の1の4乗のコサイン6乗シータ d シータですよと。で、ここはまあ普通に展開してコサインだけの式にして求めていってもいいんですが、まあちょっと工夫するとコサイン2乗シータ分の2コサイン2乗マイナス1ですね。通分すると。ここ。で、これ2コサイン2乗マイナス1っていうのはコサイン2シータですね。ですので、これコサイン2シータにしましょうか。コサイン2シータの4乗ですよと。ということはこれ4乗するとここ8乗になってこの4乗ですよと。かけるコサイン6乗ですね。8乗と6乗ですから、ここコサイン2乗になりますよと。コサイン2乗シータ分のコサイン4乗、コサイン2シータですね。ですので、ここの部分っていうのはこうなるよと。コサイン2乗分のコサイン4乗2シータですねと。で、シータと2シータで揃ってないと、ちょっとめんどくさいので、コサイン2乗っていうのを、揃えましょうか。2分の1プラスコサイン2シータですね。2シータに揃えましょう。そうすると、これの逆数ですから、1プラスコサインシータ、2シータ分の2ですね。1プラスコサイン2シータ分の2。まあ、2は外に出しておくとこうなるよと。これを計算せよと。で、すると2シータで揃ったので、じゃあ2シータは t とでも置きましょうか。2シータを t とでも置けば、シータは2分の t ですね。2で割ると。つまり dθ は2分の 1dt ですね。ここを変えましょう。そうするとここが今 2θ を t と置いたので、1たす t 分の、1たすコサイン t 分の、コサイン4乗 t ですね。で、dθ はこれ2分の1の dt ですよと。で、積分区間は θ が0の時には0ですね。4分の π の時には2分の π になるんですね。こうなるよと。で、これの 2π。で、2で約分積して2がここ消えるよと。ですので、これの dt と。こういう形になります。まあ、ちょっとスッキリしたなと。で、これで次数下げしてやっていけば出るかなと思います。つまり、これ、x と見ると、x4 乗。1たす x 分の x4 乗っていう形になってるわけですね。こうなってるよと。これ、次数下げするとどうなるかっていうと、まあ、要するにこれ、x4 乗を1たす x で割りますよと。これを1たす x で割ると、x3 乗を、マイナス x2 乗プラスの x マイナス1でプラスの1とこんな風になります。要するにこれを1たす x で割るとこうなるわけですね。これを1たす x で割ってこれを1たす x で割るわけですから、これ1たす x で割るとこう消えてこうなるよと。結局これはっていうとこういう風になるわけです。これ実数下げするとこうなるよってことですね。まあ、つまりこの式はっていうと、コサインにしましょうか。今 x をコサイン t と置いてるので、コサイン t に戻してあげればこれっていうのは π、0から2分の π の、コサイン3乗 t のマイナスコサイン2乗 t のプラスのコサイン t の、それからマイナス1と。で、プラスの1たすコサイン分の1ですね。こうなると。の dt と。こうなるわけですね。で、あとは、じゃあこれをどうしようかってことなんですが、
まあ、ここの部分はまず計算できますよね。これの積分はっていうと、まあ、ちょっと計算していけば、コサイン t だけの式になったんで、これは計算できます。まあ、ちょっとここ計算省略しますけど、ここは0から2分の π まで積分すると、3分の5マイナス4分の 3π というふうになります。今ここの部分だけ。で、あと問題はこいつですね。0から2分の π の1たすコサイン t 分の1。これっていうのはどうなるかっていうと、これ1マイナスコサインを分分分子にかけてやるとうまくいくんですね。1マイナスコサイン t。1マイナスコサイン t かけると1マイナスコサイン2乗になるので、コサイン2乗になるんですね。サイン2乗 t 分のになってこうなるよと。で、これはっていうと、サイン2乗 t 分の1っていうのは、タンジェント t 分の1を微分すると出てくるんですね。これ微分すると、これのマイナスですね。これがこれになるよと。まあ、これ微分してみればこれになるかと思います。ですので、これの積分っていうのは、意外と知られてないんですが、この形なんですね。タンジェント t 分の1の、まあ、マイナスですよと。ですので、マイナスタンジェント t 分の1。さらに、サイン2乗分のコサインっていうのは、これは、サイン分の1を微分すれば出てきますよと。サイン2乗分の、マイナスコサインですが、これのマイナスですね。こうなると。ですので、さらにこれのマイナスですから、マイナスマイナスでプラスのサイン t 分の1と、こういうふうになります。で、これで、まあ、通分しましょうか。これ、タンジェント分の1っていうのはサイン分のコサインですね。タンジェント t 分の1はサイン分のコサインですが、ここはサイン分のコサイン。にしてあげて、ここを通分するとサイン分の1マイナスコサイン t になるよと。結局ここはサイン分の1マイナスコサイン t になり、これに0と2分の π を代入すれば OK と。そうすると、ここはどうなるかっていうと、まず2分の π 代入すると1で、ここ0ですから1分の1で1ですね。1でマイナス、これ0代入するといくつかってことなんですが、これ0代入すると0分の0になって不定形になっちゃうんですね。ですので、これをちょっと変形しましょう。これまた、1プラスのコサイン t をかけると、サイン t 分の1プラスコサイン t かけると、1プラスコサイン t 分の、1マイナスコサイン t と1プラスコサイン t かけて、1マイナスコサイン2乗になるので、サイン2乗になるんですね。で、サインで割れて、こう消えて、サイン t になりますよと。まあ、こうなるわけですね。これっていうのは変形するとこうなるよと。で、これで0を入れましょう。これに0を入れると、0。で、2分の0ですから0になりますね。ということで、これを変形してから0を入れるとうまくいくよと。まあ結局1-0ですから、これは0になるよと。ということで、今、ここの部分を計算したわけですね。ここの部分を計算すると1になったよということで、ここ1ですね。これ足す1ですよと。ということで、結局求める答えっていうのは、3分の8、引く4分の 3π と。ということで、これが求める答えになりますよと。まあこれは結構計算がハードで、厳しいかなというふうに、思いました。以上です。ありがとうございました。